ストーリー。千両京四郎、わしの舞を見せてやろう。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。江戸に広がる騒乱を前に、千両京四郎は己が歌舞伎の未熟さを痛感していた。さらに己が芸と技を極め、民草の心を蝕む混迷の機運を晴らすべく、千両京四郎は興行を一座の者に任せ、諸国を回る旅に出るのである。グリーンヘル。メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。千両京四郎 VS ウーレイシャン、いざ尋常に一本目勝負。赤魔地獄、勝者千両京四郎。この京四郎甘くはないわ。二本目勝負。青津波敗戦直部しけぶり来るわ。ゲデン、それいよっ。これぞわしの極めし舞じゃ。歌舞伎十八番どっちよけ。勝負あり。勝者千両京四郎。よお、ででん。吉兆を操る占い師から勝利を奪ったこのわしの幸運、こいつはなんとも縁起がいいわい。うずき。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。
千両京四郎 VS 徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。青津波赤鉛極部、ほら取れ。赤鉛極部あ、超美自身赤鉛極部勝者千両京四郎。この京四郎甘くはないわ。二本目勝負、赤鉛極部取り赤魔地獄させぬ。大美自身ラブ勝者千両京四郎。お主の血肉、値千金とは小さきこと。この京四郎が目からは万両じゃ。三方ヶ原。私を呼んだのはお前。千両京四郎 VS 四季、いざ尋常に一本目勝負。それほら取れ。それ青津波、青津波、青津波、赤魔地獄た、そりゃ行くよいしょ。愛犬局部、愛犬局部。勝者千両京四郎。この京四郎甘くはないわ。二本目勝負。取れや。よいしょ。うん、そう。それ。あ、超美自身赤犬局部。取れや。さよなら。よ。やっ！よいしょ！超美自身乱心！超美自身乱心！あっ！いいよ！エコミックの炎！はっ！おら！ドアッケン！勝負あり！勝者千両京四郎。よーっ、はい。天女かと見まごう色女、血を吹き倒れるお主の姿も、あ、絶景かな。ミネルヴァの間。
様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。千両京四郎 VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。千両京四郎よー、はい、月もおぼろに白雲の輝かすむ地潮の花、お主の白い顔によく映えておるわい。外流島羊の国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。千両京四郎 VS 覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。てっわぁ、おつなみ、てっおつなみ、ちょうびじし、ちょうびじし、乱戦。とりゃとりゃ、はい、はい、よっ、よいしょ、ほら、あかえ、それ、ほら、超美術師、何千、勝者、千両京四郎。この京四郎、甘くはないわ。二本目、勝負。それ、大変職務。千両京四郎よー、はい、その名もとどろく雷の音に響きしこのわしの舞、しかとその目に焼き付けてメイドの土産に持って行け。熊野古道。
ここで滅するもまた情け。いざ参る。千両京四郎 VS 服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。よいしょ、パオワキナミ。おっ、相手に局部、相手に局部、してぶりくるわ。ゲデン超美術師ラクス赤炎局部と。よいしょ、はい、相手に局部甘い。それ超美術師ラクス勝者千両京四郎。この京四郎甘くはないわ。二本目勝負。超美術師乱心。超美術師乱心。うわ、うん、青津なみ、青津おっ変中。よいしょ、あ、超美術師勝負あり。勝者千両京四郎。よー、ででん。もはや日も西に傾き、夕暮れの地潮もまたひとしお。はて、見事な死に姿でござい。最初はわずかな影響。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。千両京四郎 VS ガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。それおあおつまみはとりあえよっと。それでいさっさくらい。よいしょ、超美術師乱心。勝者ガルフォード。二本目勝負。超美術師乱心。よいしょ、いいよ、別に行くぞ。ほら、いやほら、ラスワンブレイブ。いいよ、決勝に行くぞ。ほら、天罰なれ。超美術師ラッシン。勝者千両京四郎。この京四郎甘くはないわ。最終戦勝負。よいしょ、大津波ラスワンブレイ。よいしょ、超美術師乱心。超美術師やろう。いやあ、大津波、大津波、大津波。それいった。よいしょ、ラスワン。よいしょ、ほら、いいよ、やっと行くぞ。ほら、あったか。ドアップ。勝負あり。勝者千両京四郎。よーっ、あれ。
一人殺すも千人殺すも取られる首はこれ一つ。待ってみしょうや鬼の舞、取れる首なら取っちまうのが花でござる。外流島牛の国。お主もこの邪気を追ってきたようじゃな。舞を完成させるためにもこの道は譲れん。風流な御仁、覚悟を召され。この先は仏潮と隔離用の境。私も貴殿も引き返せぬとあればごめん。千両京四郎バーサス立花右京、いざ尋常に一本目勝負。取れ取れや、取れ取れや。大津波、あ、超美獅子、超美獅子、乱心、赤炎玉部、ほら取れや、取れ、あ、超美獅子、愛犬玉部、この京四郎甘くはないわ。二本目勝負。取れや、大津波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 、よし赤炎玉部、勝者千両京四郎。よう、ででん。おお、その散り替えた桜のようじゃわい、ごじゃわい。さて、わしもそろそろ行くかの。静か千年桜。苦しい、こんな価値のない滅びを、何もかも。なんという造作。しかしこの怨念を断ち切れずして、誰が歌舞伎の道を極められようか。千両京四郎 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。おお、超美獅子乱戦、来るな。おお、おお、おお、超美獅子乱戦、来るな。Oh, my God.
京四郎。この京四郎、甘くはないわ。2本目、勝負。しろ。よー、出てん。静か御前の浄化昇天を見届け生還を果たした京四郎を迎えたのは、辺り一面を覆う美しい桜の花だった。彼の中に新たな舞の構想が浮かび、情熱の炎が胸の内を瞬く間に焦がしていく。京四郎は血相を変え、江戸へと駆け出した。稲妻のごとく自宅へと戻った京四郎は、すぐに部屋に閉じこもり、鬼の形相で脚本を書き上げていく。周囲の心配などどこ吹く風。京四郎は寝る間も惜しんで舞台に上がっては血のにじむ稽古を重ねるのであった。静か御前の昇天から数ヶ月、京四郎が編み出した新たな舞はたちまち江戸で評判を得る。この日も小屋の前に行列ができた。喝采が轟く中で京四郎は舞い続ける。まるで天へ昇った静か御前を弔うように。待って待って、舞い踊ろうぞ。踊り狂って死ぬるならそれも本望。サムライショーダウン。